ーンやお食事会などでもきちんと見えることから今年大注目の一枚。あとこれだ。これも着てほしい誰かに。形が可愛いです、すごく。この袖の形が可愛い。これ可愛い。あ、決めた。これ春菜に着てもらいます。私、尾形ちゃんに着てほしいって。ので、これ尾形にします。こうして、あっという間に4人の衣装が決定。まずは、先ほど紹介したチョコ柄の激ワンピースを下に。そしてこちらも襟付きで長い袖が特徴のワンピースを鈴木に。さらに新久保にはかわいいチュールスカートのドレス型を、尾形にはレース素材の爽やかなタイプをセレクト。続いて工藤が見つけたのは、これかわいいんですよ。これかわいいな。やっぱり自分で着たいな。かわいい。でもね、自分で着たいなって思うやつ他にもあるんですよ。自分で着たいワンピースがたくさんあるようで迷っている様子。さらに、肉田さんと鞘師さん、どうしよう。まーちゃんどうしよう。ここに来て悩み出す工藤。さすがに13人は多いみたい。ビクトさんにこれ着てほしい気持ちがなんとなくないといけないんだよ。工藤が衣装選びに悩んでいるところで、お店のおすすめワンピースを紹介。こちらはショコラタおすすめのドレスワンピースとなっております。スカートの中にチュールが入っておりますので、スカートのラインが非常に綺麗に見えます。またベルトをつけることによって体のラインにメリハリがつきますので、スタイルがよく見えます。さらにベルトを変えていただくことによって雰囲気が変わりますので、コーディネートが様々に楽しめることができます。ショコラータおすすめドレスワンピース、体のラインを